鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは、広島大学大学院生物研科学研究科准教授の長沼武さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え木、ー、出版から時空の旅人、偏境の地を行く、こちらが出版となっています。えー、この本は月刊誌木で、えー、連載の中のエッセイをまとめたもので、まあ先生が偏境の地を訪れて、思い、考えることが、 え多岐にわたる豊富な知見とともにつづられてるということで、まさに科学界のインディ・ジョーンズ、銀遊科学者、ここにありという内容でございますが、うん、まずですね、はいあの、どんなところを訪れて、何をしてるのかということを改めて教えていいたただきたいんですがもともとは深海ね、深い海、はい、深海の研究をしてましたけども、はい、まあそれが講じて、地底ですね、地底に行ったり、それから南極、北極。うん とというところそして砂漠火山、はいはい、そして高い山鉱山ですねうう、まあ、そういったなかなかあの人が行かないような場所に行って、うん、そこに住んでる生物を調べるというようなことをやってました、うん、いわゆる極点もう極みのところに行くわけですね。えーえー、ということはあの、まあえー、プロフィールでちょっとご紹介しましたけどもあの先生の所属されている生物研科学研究 地球化というのは、はい、じゃあ、どういう目的のところなんですか、これは。ええ。まあ、名前からすると、生物圏っていうのはね、はい、あの地球の上で生き物が住んでる場所ですね。住んでる場所。これはもちろん、あの、陸上。 だから海も入ってるし、はい、それから、あの、我々が吸う空気、はい、この大気の部分も入ってます。うんうん、そういった生物に関係、まあ、生物が住んでいて、あるいは生物が関係する場所が全部生物圏。それを、だからそういう意味では、すごく幅広い分野をカバーしてますね。すね生物に関わる全てのエリアっていう。ね、そう。ということですね。ただあの 広島大学の場合は、はいえー、その中でも特に食ですね。うん、食べ物の生産に関連したところに特化してます。ほうほう食べ物ええ。食べ物を作る場所、うん、それが食べ物を作る場所の周りの環境ですね。はい、だから 安全安心な食べ物っていうありますでしょ、食べ物のみならず、そういった安全安心な食べ物を作る環境もまた安全安心だってほしいと、うん、いうようなことを含めて、うんえー、食べ物周りのことを調べてます、うんうんうん、でも食べ物周りということだと、まあ割とわれわれにもかなり身近な感じがするんですけど、はい、でもさっき先生もおっしゃったのは、すごいもう。<laughs> 極みなところにっばっかり行ってるじゃないですか。そうですね。これはかなりちょっと乖離してる感じがするんですけどそうですね。<laughs> まあ一応そういった食べ物周りの研究も、普段はやってるんですけども、はい、それ以上に、さらに自分のライフワークとして、生命とは何だろうっていうことを考えてるんですよ。はいはいはい。その生命とは何だろう考えるときに、いろいろな種類の生き物を見ておきたいと思うんですね。はい 特に過酷な環境に生きる不思議な生き物たち、はい、そういったものをたくさん知ることによって生命の本質がわかるんじゃないかなと思ったんです。はあはあはあ、非常に究極の状態な。 らを調べること、ね、生物圏のど真ん中っていうかね、はい、もうぬくぬくした環境にいる生き物を見てもね <laughs> 私的にはあんまりおもろくない <laughs> 本当にギリギリの環境に生きてるものがどうやってね工夫をしてるのかとかね <laughs> まあ 生き物が生きていける限界ってものが、はい、まあ、行けばまたいろんなものがいますからね、うん、こんなところにも生きていけるんだということですね。生命とは何かということを追求していくと、もうそういう本当に究極のアルティメットなところに行き着いちゃう。そうというのはね、例えば、はい、地球の生命が、はいまあ、何十億年か前に誕生したわけですけども、ええ、その頃の地球っていうのは、今よりもずっと過酷だったと言われてるんですよ。 今よりも過酷温度が高い、まあ、つまり火山のようなところで誕生されて言われてるんでね、それだったら火山の生き物を調べようかって話になりますよねあそういうすごいとこで生まれて、でまあ、今もそういうとろにいるやつらを見れば、はい、その起源が推定できるんじゃないか、ね、ですね、うんまあ、当時、どういった生き物が誕生したのかってことを、われわれのご先祖様ですからね。 えでもそういったいわゆるね極地とか辺境の地にいる彼らもしくは彼女なのかもしれないけど <laughs>、ね、そういう者たちの凄さっていうのはどういうところになるんですかね一つには、はい、しぶといとかたくましいっていうところですねとにかくこんなにねあの例えば普通生き物を加熱殺菌するでしょ加熱殺菌するような状態でも、うん 頑張ってしぶとくく生き抜くやつがいるんですよ <laughs> あ、まあ、そうですよ、熱を加えれば死ぬって、まあ、殺すためにやるんですよね、えー、ねでも死なないそう、まあ、大概のものは死にますよ、もちろん。でもそれでもなお、死なずに、うん、もう生き抜く、もう生き抜く上に、そういうのが好きだっていうのが、今ね。<laughs> <laughs> <laughs> そういうのが好き、うん。これも多分ね、うん、まあ適応なんでしょうけども、いくら適応とはいえね、<laughs> まあそこまであなたも耐え忍んだのかと。<laughs> そうですいやー、でもだからそういうね、本当、我々の尺度で考えると、もうとんでもなく、あのー、すごい環境でも、ぬくぬく、ぬくぬくじゃないな、あのー、すごい環境でも、平然と生きてられる。 まあ個々の生物体とかね、はい。まああるいは種類は、生きていける範囲は狭いですけども、生物界全体を通してみると、本当に高い温度、低い温度、それからあと酸性とかアルカリ性とかね、はい、いろんなところにね、うまく適応したり、進出してんだよねうん、うん。これがびっくりですよ。あと元を正せば、ご先祖様一つですよね。一つのご先祖様から、こんなにも 多種多様なものができてきて、全体としては地球のいろんなところに進出してるという。個別個別は、まあ、オールマイティのスーパーマンでは決してないけど、うん、それぞれのところのニッチにもう、すごい、ピタピタピタって当てはまってるのがいぱいる、さっきのもちろんそれも突然変異で生まれてきますけどもね、はい、少しずつ変化しながらね。うん、しかし、そうやってよくもまあ、変化しながら、うん、いろんなふうに適応して頑張ってるなっていうところ、お<ー>これは驚きますよ。お なるほどじゃあ、やっぱりそこも本当、生命とはっていうのを追求していくと、見えてくるそうですね、うん、だから普通だったらあの、多様性っていうのかな、うんまあ、いろんな環境にいろんな種類のものがいて、それぞれに適応してるっていう話は出るんだけども、うん、やはり元は一つだってこと、はい、そして今でもね、はい、私の目には全体を通してみると、やはり姿、格好が違ってても、私には一つに見えるの。 命とというところ地球生命、地球の生き物の生命という意味じゃ一つなんで、うんうん、これはすすごいいなと思いますよ <laughs> 逆にだから、それがそこまで多様にあるっていうことが、すごいいなっていう、うん、そうなんですね、そういった地球のね、多種多様な生き物を一つと見たいっていうのは、やっぱバックグラウンドがあって、うん、それは地球以外の星にも生命がいるんじゃないかなと思ってる。 ーーでそういうときに、地球外生命と地球生命を比べるときにね、まあ、地球生命はちょっと、まあ、ひとまとめにして考えたいから、なるほど、なるほど。まあ共通点いっぱいありますからね、うそういった共通点を集めてひとまとめにして考えた方が、まが、地球外生命との比較はしやすいだろうなと思うそのためにも、地球の上での命とは何なのかということあ統合したい。と、はい、<laughs> いうことですね。そううか <laughs> でも,、まあでもね、やっぱりその一つにしたいといと 一方で本当に、ものすごい多様な状況になってるわけですけど、うん、はい、その通りです。なんか、うん、もう、本当、これ、究極にすごいなっていうの、なんか、ありますか、うんまあ、よく出るのは、うん、もう沸騰しているお湯の中でも、元気に育ててたやつね、だいたい今、生き物が生きてるけど、最高温度の記録は122度、はい、これはあの <laughs> 日本の研究者が発見したんですけども、122、はい、まあ12まあ、こういったものはまあありますよ。<laughs> でもも私はそれも去ることながら、はい 驚いたのは長寿記録。長寿、えー、はい。長寿って言っても実際にはあの眠ってたんですけども、うんうん、まあ眠っていた記録がなんと二億五千万年っていうのがいて、ね。二 <laughs> 億五千万,、えーえー、万年。ええ。二億五千万年。え人間ってどのぐらいでしたかね。人間はだって。 普通の人が生きてたと120年とかそのはい、はい、で、人間が誕生し、人間っていうか人類が誕生して。ホモサピエンスが、はい、ホモサピエンスで言っても20万年。20万年。全然桁違いますね。違いますね。<laughs> 違いますね。これ我々が入ってホモ族ってね、人族人族でも300万年ですよ。おおこれも全然桁違いますね。えー、違いますね。2億 2>,、えー、?2 億以上のオーダー。はい。えー、その間ずっとじゃあ、まあ、 いわゆるこう仮眠してただけみたいなそうですね。<laughs> これは何なんですかものは。これはねバクテリアです。バクテリアで私はあのもと,もと微生物が専門なんですけども、はい、まあこのバクテリアはすごいですね。うんうん、えっとね、いた場所はアメリカなんですけども、はい、アメリカの地底500数十メートルの深いところにね、岩塩の地層があったんですよ。はい、その岩塩の地層からまあ岩塩の塊を取ってきた人がいて。うん その人が岩塩の中にちょっとちっちゃい穴が開いてる空間がある空間にどうも水が溜まってるっていうんで、はい、まあ過去の海水ですけどね、はい、それを取り出して培養したら、うん、なんとバクテリアが蘇ったっていうああ、うん、じゃあ眠りから覚めたそう <laughs> それも最初はね <laughs>、はい、すぐには増えないんですよ最初培養っていうか増やそうと思ったんだけども、うん、全然増えないんでなんだと思ってほったらかしにしたんだって、うんうん、それと半年後 なんか妙に濁ってるから調べたら <laughs>、うん、ああ増えてる増えてると <laughs> 2億年の眠りから覚めてだからやっぱり2億年だからね <laughs>、うん、目が覚めるのも半年ぐらいかかっちゃうんですよね <laughs> でも半年、ね、で目が覚めたら早いもんですよねそう,で,うねですよね <laughs>、うん、これ多分地球最長寿。 でしすよね、ですよね。えー、ねまあ、それは、まあ、アメリカ人が研究して、論文を発表して、渡したらもう、うわー、すごいのがいるなと思ったの。はい、でそれを知りながら、私私でサハラ砂漠行くわけですよ。はい、でサハラ砂漠で、まあ、サンプル取ってきて、自分で微生物を培養した。うん、で、培養して、遺伝子を調べたら、さっきの2億5000万年の眠りから覚めた微生物の遺伝子と同じなんです。えサハラと アメリカそして、うん、現代と2億5000万年前 <laughs> す,すごい時空超えてますねねえほん <laughs> ですか時空の旅じゃなくてなんていうのか分かんないけどもすごいですよ <laughs> さてあのこの地球上で先生はいろんな局地に行ってらっしゃるもうあらかた行っちゃったのかもしれないですけどでも我々人類がまだ足を踏み入れていない未踏の場所っていうのはあるんですかうんまあ多分今私の考えた2つあって 1>,、はい、1つはね、えー、と地球の内部ですね中ええ とといいってもなかなかかかか限界があるというか難しいですからね未踏の場所っていうのは我々が知っている地球の表面地殻、はい、って言いますうん、うん、その地殻のさらに深い場所にマントルってあるんですけども、うんはい、まだ我々人間は穴を掘ってマントルに達したことはありませんまあ地殻変動で何かこうマントルの部分がガガーッと上がってきて 地表に顔を出している場所はありますよ。それは地殻変動によるものであって、うん、人間が掘ったんじゃないですね。なるほど、はいで。人間が掘っていって、生マントルには当たってないので、ただな、生マントルに到達できる能力は今、手にしてます。はい、<で>あそうなんです、技術的には。はい。はいはい、で、日本が作った船で、はいえー、地球深部探査船っていう名前で、うんうん、まあ、 名前は地球っていいます、本当に。あ地球という、地球っていう船がね、穴を掘る能力が素晴らしくて、多分それは船だから海底掘れますけども、海底で7000メートル掘れるんですよ。7000メートルさすがにね、海底7000メートル掘っちゃうと、マントルに到達できる可能性が高い。じゃあ、人類初の生マントル。ですね。かという。私たちはまあ、そんな生マントルと言わずとも、やや浅い場所で穴を掘って、そこの石の中から、 微生物を発見してますんで、もしかして生マントルを手にして、うん、そこにも微生物がいたら、これはすごいなと思でもそれは技術的にはもう可能な状況になってきてる、はい、そうですね。えー、じゃあ、ね、近いうちに、もしかしたらというとこですねマントルはね、あの到達可能だと、はい、まあ視野に入ってきましたが、うんうん、もう一つ面白いのは、この空の方ですね。上はい<で>、はい で空の方も飛行機が飛ぶようなだいたい1万メートル、うん、まあ10キロメートルですね、はい、10キロよりも高いところの方に、まあ、清掃圏という部分があるんですけども、はい、清掃圏にもしかしたらそこで生まれてそこで一生を全うする生き物がいてそれは今まで私たちが全く知らない生き物かもしれないという可能性があります。るにに空中に まあ、ふわふわ浮かんでで漂ってるもんですね、はい、でそうやってふわふわ浮かんで漂ってるものを私たちプランクトンっていいますけども、うん、それは水中ではなくて空中にいるプランクトンねはーはーはプランクトンというとね海にいる、ねえー、イメージですけどあそうかか空気中にいる空中プランクトン、まあ、英語ではエアロプランクトンって言いますけどもそれをうまく 取ってきてき調べたいななと思うんですね、うん、なるほどじゃあそれもまだその存在は確認されたことはまだないえっとね何人かの研究者が、はい、もうとても大きな気球を上げて、えー、それで採集して研究してる例ありますけども、うん、どうもね 地面地表からいったものらしいんですよ、うんうん、多くが。だからわれわれが全く今まで未知だったものは、まだ捕まってませんから、なんとか未知のものを捕まえたいなと思ってます上と下が、はいえー、まだこう未踏だ、表面はたもう行き尽くした感じです表面はそうですね、まあ、細かいことを言えば、いろいろ未踏の地はありますが、うん、まあ大ざっぱには大概いっちゃってんじゃないでしょうかね、うん、そうすると、じゃあ、上下ですね、はい、上下で、えー、でも結構それも技術的には可能になってきてる部分もあるし。はい ことですね、じゃあこれも楽しみということですが、うん、でまあ,あの辺境の地のある意味最たる場所といえばさっきのパートでもちらっとお話出てきましたがやっぱ宇宙という言い方もできるかと思うんですけど、えーはい、宇宙も先生の研究フィールドの一部ですかそうです、ね、やはりあの地球生命ってものをよりよく知るためにはもう一個の例が必要なのね。もちろん地球外生命です。うん 生命とは何かを知るためには何が何でももう一個の例地球外生命を発見しなきゃな,んないんです違うものとやっぱり比較して初めてみたいなそうなんですよははははだからこそ地球外生命とというところ、はいはい、あのちなみにプロフィールをちょっと見てびっくりしたんですけどあの先生ご自身も宇宙飛行士を目指して。 もう一歩歩手前ままで行ってららした、えーまあ私の場合は2歩ぐらいかな <laughs> いやでもえいわゆる準決勝まで行ったでその時結果野口聡一さんが選ばれた時そ,そうですね、えー、じゃあセミファイナリストだそうですね、えー、<laughs> 筋金入りの宇宙人じゃないですかいやいやいや,いや <laughs> すごいなこれえー、これどういうテストの <laughs> 準決勝どういうことですか <laughs> 準決勝はもう大体、はいえー、期間としては1週間ですね、えー まあ私の時には、えー、つくばにある JAXA の方で1週間 1>、はいえー、缶詰ですその間にあの頭の方のテストですね、まあ、頭脳のテストうん、うん、それから体のフィジカルなテスト、はい、あとはメンタルだったんでしょうかねじゃあもしかしたら宇宙飛行士になってたかもしれないいや,いやもう勝った野口さんを見ると 私は到底ダメだなと思いますよ。いやいや,いやでもそこまで行き着くのはね、もう常人ではないという感じがするわけですけど。でもね、あの、ちょっとさっきの話戻りますけど、あの、地球外生命という部分では、はい、あの、まあ、これまでにこの番組見も、 何人かのサイエンティストにもご登場いただいているんですけどその中で例えば村山仁さんとか佐藤勝彦さんなんかもやっぱりこの宇宙研究のエキスパートの方々は地球外生命の存在をもうかなり肯定的に捉えてらっしゃるお話が多かったんですが、はい、先生もやっぱりそその立場、えーえー、そうですね実際佐藤先生の、はいえー、勉強会ってものに私も入れていただいてそうですもう頻繁に意見交換やってますけども地球外生命 広い意味ではかなりりの可能性ありますね、うん、ただそれはもしかしたらバクテリアレベルのものかもしれない、うん、人間のような知的生命体となるとちょっと可能性が落ちるんじゃないかと思ってますうんうん、うん、まあでもそれは可能性のこうレベルという感じですかね、はい、確率のレベル、うん、だからもうこの宇宙を探しても地球にしかいないっていう立場ではありません、うん、あーーどこかかに何かしらは 必はいそうですね。ということですか。それがいて、我々がいて、その比較がどうなのかですね、はい。どう、どういうもんなんですかね、でもね。うん、<laughs> だからまあ生き物だから、うん、例えばできれば、生命の設計図、うんね、遺伝子のようなものが欲しい。はいはい、で、遺伝子となると、我々の遺伝子は DNA という物質で出てきてますけども、うん、それじゃあ、他の星の生命も DNA 使うんだろうかと。うんうん、私は考えるに DNA という物質は確かに宇宙では作られうる。そして、まあ、使い勝手いいですよ。遺伝子として。使い勝手いいから、他の星の生き物も使うんだろうなと思いますが、果たしてそうか。DNA だけがその物質足りえるのかね。たまたま私たちが DNA 使ってるだけなのか。そこはすべて必然か偶然かっていう話もあるんですけども。まあ、その辺を突き詰めたいですね。そうですよね。そうか。まあ、でも逆に言うと、その、 あの、我々の知ってる範囲内の、いわゆる生命というのは、まあ、すべからく DNA であると、はいはい、いうことではあるわけですよね。そうですね。そうですよね。そうすると、じゃあ、それ以外のものが。 ありるのかそうなんですよそういった類のこれが唯一絶対の必然かあるいはたまたまそうなったのか偶然かっていうのはねもう DNA 以外にもいっぱいあってねそれを一個一個検証していけたらいいなと思いますだからこそやっぱりその存在が欲しいですね出会える可能性ってあるんですかまななくはいですががあと我々ど 程度外に出ていくか、生命探査、宇宙生命探査をどのくらいやるんだろうかということ、今のところ、街の状態ですよね、外から隕石が降ってくるとか、あるいはなんか、どうも変な電波が入ってくるとかね、なんか信号が来るとか、じゃあ今、受け身の状態なわけですよね、それをちょっと攻めの姿勢も出していかないと。出していかないと、なかなかチャンス増えませんからね。でも出会いたいた しでもそれは、ね、可能性は決してないわけではないそうですねあの、例えば近いところだと火星なんかあって、ですね、はい、まあ火星はかなりの数の探査がされてます、うんで、今のところまだ生命発見してませんけども、はい、まだまだこれからも続きますんでね、うんうん、そうすると火星で生命の発見、まあ、悪くても。 かつて生命がいた証拠は発見される可能性高いですね。化石みたいな形だったり、それを調べて、えじゃあ DNA じゃないやつだったみたいなことも。ありえますね。いや、もっと面白いのはね、むしろ同じだったら面白いんですよ。同じだったら。どうもね、火星の方が昔は生命に適していたらしい。あかつては。ええ。地球に生命が誕生するよりも早く、火星の方に生命が誕生しちゃったんだろう。 もしかしかたらねそれがまあ隕石の衝突かなんかで、うん、破片が飛び散って、うん、そのバクテリア あのようなものを載せた隕石が地球に降ってきてそれが地球生命の起源だっていう話もあるの、うんはああ向こうが先輩なわけですそう,そうすると、うん、まあ我々と火星の疑問が同じであってもちろん当然ですよねああそうですねそうですねそして我々はむしろ、うん、火星の生物の末裔だっていうことになるそうか向こうが先輩で、はい、で向こうが先でそうです、えー、我々がその後輩なわけ、えー、でまあ火星の方はまあ、うん 火星という星は小さいですから、うん、地球の10分の1です、約。で小さいってことは、寿命も早く尽きるっていう意味で、うん、火星という星自体が寿命が尽きてる、うん、それは生命を支える惑星としての寿命なんですよ。で、火星ではもう残念ですけども、星としての寿命が尽きた、はい、そして生命活動も絶えましたってこと、うん、でも地球っていうのはまだ火星よりも10倍大きいから、うん 生命活動を支える星としての寿命はまだあるんですよああ、まだ現役だという。はい。お<ー>なんてことも言えたら面白いなと。<laughs> 同じものであったら、それはそれでまたかなりエキサイティングな。そうなんです。おー、それはいつ頃とかっていうのは見えるもんなんですかね。火星にいろんな機械を持っていくのは、うん、もうこの数年以内には本当に実現しますんで。はい、あ、そうですか。まあ日本はさておき、はい、まあ欧米ですね。ええ 日本ももちろん火星に探査機を送り込む計画がありますので、うんまあ、もしかしたら近い将来に、うんうん、そういった生命もしくは生命の痕跡が発見される可能性高いですね。 鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ今回のエキスパートは広島大学大学院生物研科学研究科准教授の長沼武さんです。木、えー、出版から時空の旅人辺境の地を行く、えー、出版となっています。あのー、まあこれは本当にあくまでも人間からの視点というか、まあ、人間から見ると実に過酷な環境下でこう非常に強くけなげに生きる。 命っていうのが、まあ、先ほどの話の中でもいろいろあるわけですが、はい、そういった姿に改めてその先生が思うこととか考えることっていうのはどういういことになりますかね、うんまあ、個々の生き物はその与えられた環境に対して何とか適応とか克服しようと思って頑張るわけですよ。はい、でそう言って頑張ってきてうまくいった者たちの末裔が私たちですけども、うん、とにかくそのためにはね最低やはりエネルギーっていうか 資源というか、まあ、食べ物ですねそういったもののインプットがないと、うん、これはだめですね、うんうん、先ほど、2億5000万年間眠ってたものいますけれども、はい、あれは眠ってるからいいんで、えー、活動するためにはやはり、また私自身も、例えば南極とか北極という過酷な環境にいまして、思うことは、南極や北極で自立して生きていくのは大変だと。 やはり外部から食料とか水とか燃料とかの供給がないとやっていかれない、はい、やはりエネルギーのインプットが必要生命が面白いのは実はそのエネルギーのインプット供給源を求めて自らエネルギー源を開拓できるんですねああなるほどそれぞれに開拓する、はい、うん,うん、うん、まあ光のある方に動くとかねはい、はい、あるいは火山ガスがエネルギー源であれば、うん 新たな火山を求めてて移動していくとかほうほうインプットありきなわけですね。そうかそれを求めてみんな頑張ると。はい、<laughs> そうかじゃあそれがねその生命の本質的なところそうですねやはり自らエネルギー源を開拓して移動したり、うん、あるいは生き方そのものも変えるっていうか<ー>工夫することもあるんですよ。はいはい、だから本当に機械で、うん 自分を維持する機会は作れるし、うんうん、あるいは自分と同じものを作る機会も作れると思うんですよ。うそれに加えて、自ら、えー、いろんな状況を打開するっていうのかな。エネルギーが途絶えちゃったら、うん、自らエネルギー源を新たに求めて工夫するっていうのは多分機会にはできない。うん、今のところ。じゃあそれがもう生命の定義にもなるぐらいの。うん、と言っていいでしょうね。<ー>本当に、自らを維持し、自らを、うん 複製というか増やしうん、うん、そしてそれのシステム全体を自らエネルギーを常に絶やさぬ方向で環境を開拓するっていうそれがもうじゃあ生命そのものの本質ということができるそう,、ねうん、そうですかしばしばね、うん、私たちは試験管とかフラスコの中の生命を考えちゃうのね 栄養とかエネルギーを与えてあげてるんですよ。うん、そうですね。それでは生命の本質は見れない、うん。それを自らが獲得する状況じゃないと、はい、本当はそうです。あのー、昨年日本で起こった東日本大震災、はいえー、先生の研究とか活動とか思考にどういった影響を及ぼしていらっしゃいますかね。うん、これはねあの私は、まあ、地球の生命 もう一つと大きく一つとまとめて考えようとしてきました、はい、で今でも,もう生命とざっくり大きいい話しちゃいますよそういう大きい話をしていく一方でやはりあの震災で犠牲になられた方々のことを思うと一つ一つの個の生命ですねうん、うん、個人としての生命そういったものに目を向けることも大事だと思ってきた。うんうん、だから私 よくあのー、自分でも言うんですけども私はこの宇宙に満ちる生命が好きだと思ってる、うん、でもその一方でこの宇宙にたった一つしかない生命っていうのもあるそれは一人一人の個人個人の生命である、うん、これも同じように大事に考えなきゃいけないなと思いました、うん、今までフラスコだったらフラスコの中のバクテリア一つのフラスコにねそれこそ もう 1, 億とか1兆の細胞があるわけですよそれ全部10杯人杯だけで考えてたけどもここに1兆個の細胞があったら1兆個それぞれ個性があるんじゃないかと個性も含めた研究をしなくちゃいけないなと思うようになってきましたあそうかじゃあその両方なわけですね、はい、もう相対としてのものと個のものとして、はい、あそれをより強く感じられたということになるわけですねそ <laughs> そういった中でじゃあその 我々が一つの生命体としてこの地球とかあるいはまあ日本でもいいですけども今これからを生きていく上で取るべき態度とか持つべき死座っていうのはどういったものが、うん、まずあの私は生物とか生命の話をずっと研究していきますけども、はい、まあこの自然環境においては競争ですよね。競争本当に限られた資源をめぐって競争してます。はいうんうん で一番の競争相手っていうのかな一番のライバル、うん、あるいは言ってしまえば一番の敵、うん、それは同族です同族はい<う>あるいは同じ種のもの同族だったら、うん、食べ物も同じでしょうん、うん、住む場所も同じですよねうん、うん、そうですねあるいは増えようとするタイミングも同じそうするともうことごとく自分ともう バッティングでするそうですね、思いっきり利害関係、えー、バチバチですね。はい、だからもう、同じ種の別の個体が一番の敵です、うんうん、これが生物界の原理。うん、で、あのよく言うのは、種と種の存続をかけて、種が争うっていう話もあるんだけども、SF チックなね、はい、それはあまりないですよね、むしろ。はあ、そ,れはそれはそれそれそれで、そうですね。 同族っていうか同じ種の別の個体が一番のライバルであるっていうこと、うんうん、そこに我々人間ももちろん生物ですから、はい、そこに人間のその競争とか闘争の本能があるわけですでも人間ってものはそれを克服するだけの今知恵がありますよね、はい、そこは大事にしたいと思うんですよ。我々はいいいいつまでもそうっった自然界ににててて競争社会に生きてるわけじゃない、ね、だって 同じ種の同じホモ・サピエンスの個体同士が競争するしたくないと思います私はうんその命としての本質はやっぱりその同じもの同士でこう淘汰していくような関係になっちゃうけど、えー、でもそれを上回る知恵があるじゃないかっていうところ、ね、その通りですね我々のね、うん、遺伝子にもう駆け込まれたことなんですね競争とか闘争っていうのはねそういった我々のもう血が求める争いってものこれはしょうがないそれを なんとか抑えて平和的、あるいは協調的になる力をもう持ったので、そっちの方向に伸びていきたいなと思うんですこんな力を持った生物種って多分今までいなかったと思うんですよ。地球上初めて現れた考える力っていうか考えた上で協調的、平和的になれる力を持った生き物ですよね。うんうんうん、なるほど、なるほど。ある意味だから本能を もも超えるるかもしれないい力を持ってる、はい、<laughs> そうかじゃあそれはねもう本当に大切にしなきゃそこまで、ね、力ついたんだからそうなんですよねだからそれは本当に我々が、うん、もしそれをちゃんと意識しないと争い事うん、うん、あるいは戦争っていうものあるいは本当だったら世界中のみんなが協力して立ち向かうべき地球環境問題とかうん、うん、そういった問題にもうまく対応できない場合には みんなが困る。下手すると我々人間の随分の部分が迷惑をこむって文明が滅び、滅ぶとかね。あれはもしかしたらホモ・サピエンスが滅んじゃうかもしれない。うん、そうですね、うんうん。だから本当にそれは自分で自分の首を絞めることになる、はい。少なくとも今我々が直面している危機ってありますよね、いくつか。そういった危機に対してはみんなで 協力し合って乗り切るという知恵が必要だと思うんです。まさに今それは我々できるんだからやりましょうよって言いたい。<laughs> そうですね。ということはじゃあこれからの地球とか日本を担うまあ今今後のね今後のということになると若い世代とか子供たちに当然なってくるわけですが、ね、はい、そういった世代に先生がかける期待とか送る言葉っていうのもそういうことになってくる。なりますね。まあ若い世代に特に言いたいのはね、うん、ホモサーピエンスです。私たちは、はい、でどんな生物種であっても 生物の種の寿命があるんですよ。うんうん、大体10万年から100万年と言われてる。種としてのはい。はい、私たちはすでに20万年生きてます。うんうん、もしかしたらそろそろ種としての寿命が尽きるかもしれなくて。種の寿命の終わり方は2つしかないんです。1、うん、一つは絶滅。うん、もう1つは新しい種への進化。 で絶滅が嫌だったら新しい種への進化しかないんですよ、はい。私たちはどういった種に進化しようかって。はいはい、今まで進化っていうと、なんか自然淘汰とかね、はい、そんなふうな自然にこう支配されたけども、うん、我々はね、我々の力で決められるんです。うん、どういった生物種に進化するか、うんうん、これを考えたい。絶滅はしたくないですよ、ね。したくない。したくないですよ。そして、できるならば、うんうん、より、 平和的なうん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 そうかじゃあ今そこのターニングポイントかもしれないそうなんです本当に我々今さまざまな困難や問題に直面してますけどもそれらに対して徹底的に平和的な方法で解決克服するという道を強い気持ちで選んでいくとそれが新しいフェーズを切り開くことになるこれはまさに若い人たちに期待します Let's get knowledge with fun。さてあの今回の時空の旅びと辺境の地を行くもそうですしまあ、他のね調子、えー、もしかりなんですが生物学科学の領域にとどまらない先生のその知見というのはどうやって獲得してきたんですか。うん、どうですかね。<laughs> もともと自分はあまり理科が得意じゃないんですよ。本当ですか。うん、なんとなく <laughs> なんちゃって 生物学の部分になって <laughs> いやいやいやそんなことないですけど、ね、え,ー、えでもそんなにこう理科もうバリバリの少年では決してなかったあんまり得意じゃないけども、うん、まあ昔から歴史とかね、はい、まあ地理とか好きでしたからおのずとそっちの方向の本はいっぱい読んできましたあじゃあむしろいわゆる人文系の領域の方がう、ねうん、好みだったまあたまたま私の出た高校っていうのも、はい、あまり 受験に際して、文系コース、理系コースって作らないこ学校で、高校3年間通して、トータルに勉強できたんで、うん、自分としては特に分ける必要もないなと思ってますけども。うん、なるほどね。じゃあ、本当に、じゃあ、それはご自分の中でも、もういろいろと知りたいっていうのもありつつ、はい、いうことで、まあ、たまたま今、専門は科学の方になったけどっていう。うん、そうですね。うん、やっぱり一番の興味は生命、命の部分ですよね。そして、まあ、自分の、 側に寄せれればそれはもう人人間間ですよね私にとっては生命というのと人間というのはもう裏腹の関係にあって人間というものを知りたいっていうことは大いにありますねあだからこそじゃあその、ねまあ、生物学科学もそうですしその地理とか歴史とかも全部含めてということになってくる、はいはい、あ人間そのものを知りたいからっていうことですねそうかじゃあもう本当にそれは自分が知りたいからどん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 いろんなフィールドに分け入ってるという感じ。はい なんです、ね、そうですすねそうかあのー、でもねその先生本当にねいろんな局地辺境の地に向かっていらっしゃるわけですけど、えー、その源にあるというかその原動力になるものっていうのは何なんですか何ですかね私はどっちかっていうとまたデブショーの人が何局行かないんですよ。 まあ仕事で行ってるような部分があって <laughs> あの例えばもともと深海ですね、うん、潜水船に乗って深海潜りましたけども、はい、途中までは船乗ってるわけです普通の船に乗って、はい、私はねあの船酔いしちゃってね <laughs> あまり船が好きじゃないんで、ね、<laughs> えって船での移動が相当多いじゃないですか多いんですよ今でもまあ乗ってますけども<ー>まあ,あんまり船好きじゃないんであららら,らそうですかえでも でも、やっぱり、結果、行くわけじゃないですか。行く。まあ、仕事だからな <laughs> しょうがないな <laughs> おまけに、泳げないんですね。<laughs> なんか、本当ですかそれが。寒いのも好きじゃないし。<laughs> <laughs> でも、行く。うん、まあ、とりあえず、 その対象とする生き物がそこに住んでるんで、いや、だなと思いながら行くんですけどね。そうか、じゃあ、船酔いするし、泳げないし、で無償だけど、でもやっぱりそれを上回るものがさ、向こうにいるから。そうですね。行かざるを得ない。本当近場に行ってほしいですからね。でも、近場にいたら辺境のね、ものじゃないですからね。それもね、ちょっといたし返しですよね。そうですか。え、でも、やっぱりその、ね、その辺境、 にしかいないものをやっぱり見たい。はい、っていうのが、もう本当にコアにある。そうですね。うんうんうん。それはもうブレない。その辺境、まあ南極は寒くて、うんうん、とても乾燥してるんですよ。あ、そうですか。乾燥。うん、ええーはい。寒くて乾燥してるところにいる生き物は、うん、まあそれなりに、まあ環境に適応してるんだけども。うんうん なんとなくその生き物の気持ちになんなきゃダメなんじゃないかと思うね。その生き物の気持ちうん。それはもう誰かに頼んで取ってきてもらって、実験室でバイすスばいいんですよ。はいはいはい。なんかそこに身を置かなきゃいけない気がしちゃって。ああ、そこに行ってこそ初めて心情がわかるみたいな。でもそ行ったって大してわかりはしないですけどね。でもやっぱりこのご自分の気持ちとしてはそこに身を置かないと申し訳ないぐらいの。なんかね、根性論っぽいんですよね。 <laughs> そうかでもやっぱりねそれは、ね、その場所に身を置かないと見えてこないものは多分あるんでしょうね。で面白いことにねうん、うん、そこに実際に行ってみて、はい、まあ本来の仕事をしますわね。うん、それとは別になんか思いついたことがあって余計な仕事をやっちゃうと、うん、そこからまた新しい発見とか<う>広がりが生まれたりするんですよ。 ほーほーそういうことがまあ何回か経験したんで、うん、まあとりあえず行ってみようかなっていう。なるほど、なるほど、いわゆるセレンディピティ的な。はい、つまり、目的を達成するっていうのは、想定の範囲内ですよね。そそうです、ね、そうでですすねね想定の範囲外のことに出会うためには、やはり行かなきゃならないです、ねうんうん、当に ねえ、なんか、すごくこう、アルティメットな状況で出てくる。ですね。本、う、当、ん、<laughs> 究極の想定外みたいなこと。はい、な,なりうるわけですよね。うん、そうか。じゃあ、ある意味その想定外を求めて。 言ってるようなところもそうなんですよ。うん、だから、研究のね、うん、あの、提案書っていうかな、プロポーザルにね、はい、期待される成果って、うまく書けないのなるほ本音を言うと、それじゃないところみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> そこに書いてあるのは、まあ、あくまでも、まあ、ちょっと、えー、建前的な。そうですね, <laughs> ね <laughs> そ。その裏にある、えー、意外な、ハプニングを求めてそうですね。ああ、そうか。でも、やっぱりその、ハプニング的なところは、本当に、 一番面白いものが出てくるっていう感じそうですね。<ー>まあ先ほどもあの砂漠と岩塩の2億5千万年話さったけども、はい、うん,うんとね、面白かったのは、僕、大西洋、はい、大西洋の水深3,000メートルを超える海底火山に、うん、まあ潜水船で潜って、サンプリングしました。はい、で、船の上でね、微生物を培養しようと思ったら、うん、大切なものを忘れてて、培養不能なんですよ。 で、困ったなと思って、とりあえず船で一番調達しやすい化学薬品は何かっていうと、お塩。とりあえず塩をぶち込んだの、そのサンプルに。その塩豆のサンプルの中で、わさわさ生えてくる生き物がいるわけですよ。完全に想定外ですよ。海底火山のサンプルに塩をぶっかくんでね、生えてくるって、その微生物を調べた。遺伝子がね 100%マッチするものがいたんですよ。うん、南極。なんで深海の海底火山と南極の間にこんなものが両方にいるんだろうっていう。完璧に想定外ですよね。そうですよね。だってそれ、想定すらできないですもんね。だって、ねえー、最初から。はいえ。でも調べてみたら、なんとそこで繋がっちゃうみたいな。そう。はあ<ー>。それがきっかけで私南極に行ったんですから。あ、そうなんですね。すり、えー、からこう想定外のとこか。はい ものすすごいい面白いストーリーリが生まれてくるそうなんですだから本当に、うん、えと計画実験室内で計画的にできないからやっぱり行かざるをえないんですよね<ー>こうなったらそうですねある意味だからすごい究極の出たとこ勝負的な部分が、はい、<laughs> あるじゃないですか,かいい意味での出たとこ勝負というか、はい、ね、えー、とにかくやんないとそれは分かんないその通りですね,ですね <laughs> まあでもねそういった中でいろんなものがやっぱりこう発見されそれが結びついてまあ本当にね先生の 先ほど何回も出てきましたがやっぱり生命とは何かっていうところがやっぱり大きなメインテーマになってくる、はい、その生命でも生命っていうのはどこから来てどう向かってどうなっていくものなんですかね。これはねね、うん、生命の起源難しいです、ねうん、まあなんとなくまあ多くの人は地球生命は地球で誕生したと考えてる。はい、まあ一部の、えー 想像力の高ましい人は、火星で誕生したものが火星から飛んできたと考えてる。うん、私はね、宇宙のどっかで誕生したものが地球に来たし、あといろんな星々にも行ってるんだろうと思,思ってます。お宇宙のどこか。はい、はい。はい。あるいは宇宙のあらゆる場所かもしれない。でも,も宇宙では生命は誕生してる。この宇宙の長い歴史がありますから、百、うん、数十億年という。その中で、 あるタイミングでたった1回誕生したか、あるいはいつでもどこでも誕生するか分かりませんけども、うん、まあ宇宙で誕生したものが宇宙中に散らばり、広がってると思ってますねうん。それが生命なんだろうというのが、沼さんの見方、はいええ、それはもう、うん、あの佐藤勝彦先生、あるいは村山先生おっしゃってるように。はいうん 条件さえ揃えば生命は生まれるもんだという信念がありますんでね。出どころはどこなのかっていうぐらいのものなわけですね。あと問題はなんで生命ができちゃうんだろうっていう。どの道ね。だってこの宇宙っていうのは生命なんかなくっても困んないんですよ。まあそうですね。星は輝くし、地球は太陽の周り回るわけだしね。生命なくったって粛々淡々と進行するわけです。 なんで生命があるのかっていう<ー>これが私にとって今一番大きい謎ですねそうですねどっから来たのかどこへ行くのかもともとなんでいるのかいなくてもいいものがいるっていうこの事実 <laughs> だからそれはちょっと今の我々の理解の段階では <laughs>、はいうん 到達しえないレベルかもしれないので、うん、まあ,あまり考えてもしょうがないかもしれないですね、うん、この瞬間。うん、とりあえず、われわれがいるってことは、何か意味があるんじゃなかろうかとは思ってます、うんうんまあ、でもね、その起源とかを探っていくことも、まあ、もちろんそれはね、そのなんでここにわれわれがいるのかっていうこととつながってくるものではあ。もともと科学っていうのはね、怖い、うん、っていう質問はしないんですよ。怖いいはしななんですね いかに生命は維持されるかとかね、<は> <laughs> それは得意なんです怖ホワイっていうのはね、うん、もう科学は扱いようがないはあはあはあは。だから今まで科学者はそういったホワイという質問は走ってこなかったんですけども、今、一人の人間として発したい、一番大きい質問はやはりホワイ。うん、なぜ生命はあるのかということです。 まあ,でもある意味それは本当に究究極極中の究極ですね、はい、うんそれはまあ解明し得るものなのかどうかというところは相当深いですけど解明できるのかできないのかは別にして持っておきたい先生ご自身はこれからもういろんなところにまたさすらっていかれると思いますけど、はい、えだん用をしながら行かれると思うんですけど、えーえー、今後どういうところに 目指していくんですか、うん、一つにはエアロプランクトン、空中プランクトンを捕まえたいと思ってます、うん、なるほど、まあ、あのなんとか大きい気球、大気球っていうものを使うこともあるけども、はい、自分でやっぱり行ってみたいというのがあるんで、ちょっと成層圏は、ね、あの難しいんですけども、はい、高い山に登って、 まあイメージとしては、まあ、虫捕り網でも持ってって高い山でジェット気流に吹かれながら <laughs> ジェット気流の中の微生物を捕まえるみたいなねあそうかでもそこでもねどんなことが起こるのかっての、ね、分かんないですからね <laughs>、はい、そうかそこでの想定外も、えーね、期待しつつという、はい、あのぜひねこの時空の旅人の続編も期待したところですけど、はい、これもあの計画はございますか たくさん売れれば続編も出るという話ですので <laughs> <laughs> そうですまあでも連載の方はねもうかなりやってらっしゃるわけですから、はい、もうねあの素材はありますからはい、はい、ぜひぜひという感じですねあの最後になりますが番組恒例の質問なんですけどこれまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか、はい、そうですね私の大学時代の、まあ、恩師ですねはい まあ指導教員、まあ、恩師ですけども、その関文武先生という方、はい、非常に記憶に残ってます、ね、関先生、えーはい、関先生はどんなことを教えてくださったんですかまあこの方はあの、まあ、微生物学者でいらっしゃいますけども、同時に、日本の古武術、鹿島神竜という古武術の総師範でもいらっしゃいますね。うん はい、私はその武術を教わったことはないんですけども、はい、まあそういった古武術に基づく心のありよう、うん、持ちようってものは、随分といろいろ教わりました、はあ、文字通り文武両道。ですね、はいえ、その古武術の心のありようというのは、どういうことなんですかね多分先生のおっしゃったのを、私は全然理解してませんけども、うん、一つだけ覚えてるのは、なんつうのかな、まあ何かあったら逃げなさいと。<laughs> 何かあったら逃げろ、小心、はいうん、者であれということでしょうかね。何かあったら立ち向かえではなく、逃げる逃げるですね、逃げていいんだと、まあ立ち向かうのは最後の最後で <laughs> いいんじゃないですか、本当に逃げ切れなくなった場合、おほうほうそれまではしなやかにこうすいすいと、つまり、無駄な動きはしないということですよ。 例えば私たちがフィールドに行って、これから南極でね、ブリザードが来ます、吹雪が来ますっていうね、うわざわざ吹雪に立ち向かう必要ないわけです。そこはしないかにこうひょいっとよければいい、はい。何か来たら、また、あるいは明らかにこれからブリザードが来る、吹雪が来るって分かっているんだったら、それなりに準備をしましょうと。 逃げるっていうのと準備っていうのは、多分裏腹ですけどね、うん,うん、そうですね、ねな,るなるほど、なるほど、一番良くないのは、うん、危険が来ないよと、<ー>勝手に思い込んじゃうこと、はあで、来ても、まあ大丈夫だよとか、<laughs> こういうのはよくないでしょうね、あなるほど、なるほど、そうか、ポジティブな意味で逃げろというそうですねえあの、まさにそれはいろ、えーまあ、んな防災にもあると思うんですよ。うん、はい まあ、む,むやみに、えー、根拠なく、えー、安心しないで、うん、やはりどっちかというと小心者である、うん、臆病者である、うん、それはポジティブな、いい意味でねうんちゃんとリスクを認識しておくはい,いう、ね、その通りですね。そういったことは、多分武術の根底にあるんじゃないかそうか、そういった視座を持って、そして長沼先生は局地に行かれる。 えそれはもうありがたいことに今まで、ね、事故も怪我もなくやってこれた、ね、ことの一つ大事な部分だと思いますねなるほどなるほどはい、うん、じゃあね今後もぜひよりしなやかにいろんなところにね、はい、え行かれていくことを期待しておりますはいラジオ版学問の線本日は広島大学人教師の長沼武さんにお話をお伺いしましまた先生どうもありがとうございましたありがとうございましたラジオ